実際このパソコンの中に何が入ってるかしらんということでちょっと今確認してます。このツールは、ただ単にアンインストールするだけではなく、見えないレジストリーもきれいにしてくれます。CPU だいぶこれちょっと早くなったんですが、パフォーマンスここの 21% 5% なってるが、通常こういう感じ、動くときはアクセルを踏むのでこういう風にちょっとパワーが出るんですが、まあメモリーもこれ 1GB しか実装されてないので、まあこれ非常にちょっといっぱいいっぱいなとこあるよね。これやっぱり 2GB にしないと厳しい。でこれが当初 100% ぐらいになってた、ものすごいんですよ。ですからまあ何やってたのあんたみたいな感じで、 CPU がどれだけ動いてるかというこのものと、メモリーがどれだけ食っとるのかというのをここで調査をするわけだね。一時的停止させてるのでだいぶちょっと動くようになりました、このように。それでと、で何が入っとるのみたいな感じで、まあこのフィッシュオール、まあこれはどっちでもいい話だよりな。これは、ドライバー、こういうのが一番危ない。身の代金に近いね。バイオアップデートどっちでもいいやみたいな。これも本当はいらない。スタートアップツールも勝手に NTT がつけたリモート操作するための操作だもんね。これもいらん。iTunes はね、Windows に iTunes は劇的に遅くなる。まあこれはしゃあねえわね。Apple は自分のパソコン買ってほしいもんで、iTunes を入れることによってパソコン遅くして Mac に買わせるんじゃねえかみたいなとこある。楽天ツールバー、ポイントがつくからいいけど、やっぱりブラウザーのプラグインっていうのはインターネット起動すると遅いわね。それは向こうからいろんな情報を送ってくる。 iCloud も劇的に遅くなる。何しろ、まあこれは意図的なのか、まあプログラムのアルゴリズムが悪いのか、 Apple 製品は全てにおいて Windows ではなんか全然遅くて使い物にならんな。僕は Mac も使ってるけど、 Mac だと全く快適に iCloud にしても iTunes QuickTime も抜群にサクサク動くよ。セキュリティ対策ツール、まあ僕も NTT の代理店もしてるもんであんまりそのこと言えんけど、これはひどいよ。これは、トレンドマイクロ社の安物を使ってるみたいな感じだけど、ただとはいえまあいらんな、これはいらん。これをつけるんだったらパソベルが推奨する、ちょっといろんなのが3つほどあるけど、それ入れると軽量かつ頑丈だよ。4200円だよね。サファリも遅くなる。まあ今開発は止まったからね、サファリも。ボンジュール、これもいらん。これはまあ大体、iTunes 入れると勝手につくよね。ただ、僕も他のセルさんも音楽が好きな生徒さんは、iTunes の中に入れた音楽を、Apple Air Express という Wi-Fi を使って、ステレオで音楽を聴いてる。まあちょっと散らかってるけど、これがヤマハの、7チャンネルのサラウンドアンプに光ファイバーで、この Apple、まあこれ規格ちょっと古いけど、ここに、このジャックが光ファイバーになってます。これが USB、これプリンターにつながってて、これが、まあ、通常 NTT のルーターにつながるんだけど、これでインターネットもできるし、なんと Wi-Fi 対応じゃない USB プリンターにも Wi-Fi にて印刷ができて、光ファイバーでこのヤマハのサラウンドアンプでやって、表はヤマハの 1000X だよね。1000X、まあ、それにマランツのサラウンド。でここで、まあ、映画とか見るには最適なんですが、何だったかな。あ、それで、まあ、iTunes で音楽を Wi-Fi で飛ばして音を聞くにはこのボンジュールが必要となりますと。懐かしいモバイルミーだね。まあ、あとこの辺は大丈夫なんですが、たまたまこのセルさんの場合はこのドライバースキャン、スピードアップ、この辺が、まあ、これレジストリーブースター、これが3つ入れられていますよね。Yahoo の簡単パソコン設定、これも遅くする、ツールバーも含めて。あとこれ、これを見る限りではシマンテックもこれもいらん。このパソコンの中にはなんかどうもウイルス対策ソフト2つ入れてるみたいなので、これは非常によく好ましくない。
セキュリティ対策ソフトは必ず PC1 台に1本だけです。2本入れるとバッティングしてかえって危ないと言われている。まあ、あとこれエディでしょう、イメージでしょう、ピカサ。まあ、これピカサも終了しますので、ピカサにアップしてる写真はどっかしまっとかないとなくなるよ、写真が。あとこれバイオケアは別にまあいいとして、バイオアップデートも本当は僕はいらんだけど、まあやっぱりソニーさんのことだもんで、いろんなね、更新を勝手にやってくれるという意味ではいいんだけど、その分仕事するたんびに更新されて遅くなるで僕はいらない。自分で手動で取りに行けばいい。フェリカ、まあこれはどっちでもええけど、 あとはまあ別にいいな。 Google ツールバーもいらんよね。まあ、Google さんに全て情報あからさに裸にして待ってるみたいなもんで、まあ自分のね全てが、これもそうだね。トレンドマイクロも入れてるでしょ。だからトレンドマイクロも入れて NTT のセキュリティも入れてシマンテックも入れとるから、まあ3本柱みたいな感じですよね。これはいらないね。まあこれをまず消して、それでパソコンがカクカクとサクサク動くようにしてからバックアップを行い、あ、このスカイプも遅くなる。それでこれを全て初期化し、ドライバー、ソニーさんの場合は通常、これなんか変わったことやってるで、僕でもなれんがな、これ。こっちから言った方がいいかな。マイコンピューターの中のソニーさんのドライバーソフトを抜き出していかないと、例えば何、今度、その新しいパソコン持ってくときにドライバーがないとパソコン動かないので、 Windows 入れただけで動きませんからね。これにドライバーをかませて初めて一人前として動く。このドライバーがこの中のどっかに隠れてるので、これをすべて、まあ、吸い出してからとなります。もともとこれは Vista 用のドライバーが入ってるんだけれども、7と Vista はちょっと違うので、まあバックアップしても使えないことが多々あるけれども、どこの規格のどの型番の Vista のドライバーを使ってたかということを裏付けとして調査してからじゃないとね、探すのに大変だもんで、まずは Vista のドライバーをバックアップして、そこのメーカーと型番を調べてから7のドライバーを取りに行く形になります。このような、そういうことが面倒な人はソニーさんにお願いすると、ドライバーとかを出してくれる、まあ、有料で出してくれるとのことなんですが、サポート、このパソコンだと7にのサポートしていないとそれはできかねますと言って断られますので、全て自分でやることとなります。この辺が僕が、大好きな仕事だね。まあ、半分趣味だねこれね。お客様の情報、ここの中にいっぱい入ってると思うんですが、まあ、ここの情報は僕は絶対見ません。人様にとっては見られたくないものもありますので、すべてここは見ずにそのままのバックアップを取らさせていただきます。ですので、まあね、ご安心くださいと。まあ、こんな感じで、で、かたやら今私こちらの仕事をさせていただいている間、この待ち時間の間を有効にということで、もう1台のパソコンも実はやっております。こちらは当時 Windows XP で、納品させていただいたデスクトップパソコン、ここの中のハードディスクの交換により、XP を Windows 10にいきなり、アップしてあります。ほとんどこれは私が調達した部品なんで、マザーボードもきちっとしたブランドでありまして、このビデオカードね、この赤っぽい基板がビデオカードと言います。ビデオカードも大丈夫です。全然古い XP の規格であろうとなかろうと、自作したものっていうのは強いですよね。そのまま使えちゃうから。それで今 Windows 10をインストールが終わって最初の、起動へとなりました。このように Windows 10ね、ここに、Microsoft アカウントを取ってありますので、ここにパスワードを入れますと。そうすると、この方は、空手の先生ですね。このように殺風景ではありますが、こういう殺風景が好きです。
Windows 10、このように結構ねサクサクと動きますよと。それで、これメモリーはまだ2ギガぐらいしか積んでなかったかな。まあ、これからいろいろと今からダウンロードと入って Windows Live メールねとか Java とかを入れて、でもちろん Word、Excel も入れます。これが最新版の Edge と言います。抜群に最高のソフトですね。これもう今までのこの Explorer これはまあ腐ってるけども、こちらは使える。でまあメールはこれでいい。 Windows Live メールでやはり、まあねストア、まあこれはまだこれからだよね。まあこんな塩梅です。ぜひね皆さんも Windows 10にされたらいかがですかと。じゃあ今日はここで終わりたいと思います。